メストレの航空写真メストレはイタリア共和国ベネト州ベネツヤ県にある都市。行政上はベネツヤ市の一地区である。ベネツヤはベネト型紙の島にある都市として知られているが、自治体としてのベネツヤ地市域は本土側にも広がっている。メストレはこの本土にある都市でベネツヤ本島との間に橋が架けられている。フラツヨーネとしてのメストレの人口は約8万人であり。 これは、ベネツィア本島上の都市、ベネツィアを上回る。なお、ベネツィア市の本土側人口は、メストレとそれに隣接するカルペネードマロッコ、マルゲーラも加え、約20万人になる。メストレを独立した自治体とするべきとの論は、メストレ側にも、ベネツィア側にもある。ベネツィアは、年中ほぼ観光地として生きながらえているが、その本土側の地区のメストレは、 マルゲーラ工業地帯のおかげで発展している。トレニタリアのベネツィア・メストレ駅がベネツィアを起点として各地に伸びる鉄道網の拠点駅となっており、ここを始発、終着とする列車もある。しかしメストレ駅はメストレ地区の中心部からは若干離れており、どこかバスでの連絡を要していた。この解消のために路面電車が導入され、 2010年12月にまずがいい機業を行った。2015年にはリベルタ橋を介してベネツィア本島のローマ広場に乗り入れる延長が完成し、2018年現在に路線約 20km が運行されている。従前の交通手段であった路線バス網も健在である。ありがとうございます。